皆さんこんにちは。私は入試広報センター副センター長の加藤典夫です。私からはこの春北海道科学大学に生じる入試と学びの変更点についてお話しさせていただきます。まず皆さんがこの北海道科学大学に入るためには入試を受けなければなりません。その入試の変更点がこちらの3点になります。まず1つ目、総合型選抜が新しくなります。これまで北海道科学大学では育てる入試をコンセプトにしんがりレオ選抜を行ってまいりました。多くの受験生から自分の成長につながったという声を多数いただくことができました。しかし今時代は少子化の影響を受けて大学全入時代という新たなフェーズに突入しています。このような時だからこそ私たちはこの総合型選抜で改めて何を大切にしていくかということを検討してまいりました。育てる入試というコンセプトをしっかりと引き継ぎつつ、その先へ進めるために私たちは未来志向という言葉に着目しました。皆さんが今思い描いているのは入学後の私ではないでしょうか。しかし皆さんにとって大学の合格はただのスタートでしかありません。どこに向かってのスタートか、それは社会人の私へ向かったスタートです。社会に出た時にどのように貢献していきたいか、そのためには何を学ばなければならないか、何を経験しなければならないか、そのためにどこに進学すべきか、こういったことをしっかりと検討していただいた上で、なぜ北海道科学大学に進学したいのかということを明確にすることを大切にしていただきたいと思います。しかし大学生や社会人になったことがない皆さんにとって未来を見据えてどう行動するかということを考えるのは難しいかもしれません。そこでこれまで多数の卒業生を輩出してきた我が学校だからこそできる取り組みとして、社会の第一線で活躍する卒業生をはじめとする社会人の方々に皆さんのサポートに入っていただく体制を整えました。こういったプロセスを経て誕生するのが総合型選抜カタライズになります。北海道科学大学は2024年大きく変わります。そしてこの変化は皆さんの未来を変えていくだけの力があります。皆さんの未来が変わる瞬間をここ北海道科学大学でぜひ体感してください。